一般財団法人6業界は6業界ホールの運営を行う組織。1845年に南品川塾の有志によって始められた日が決み金が元となっている。また、東京都内に現存するうち最も古い図書館である品川区立図書館の設立母体となった組織でもある。品川塾の地主を中心に共作の都市や災害が発生した時に互助を 行うため、1845年に品川塾を管轄していた関東大館の許可を得て、宿相続という五条を目的とした積み立てを開始した。積み立て開始後は、大きな災害などもなく、積み立て金が多額となったため、1855年に佐渡原藩の抱え屋敷を購入した。購入した土地は江川町手放地と呼ばれ、この土地で貸し屋を建て積み立て金の運用を行う。 目論見であったが、抱え屋敷跡に貸し屋を建築する許可が幕府から降りるのは1861年まで待つこととなった。これ以降は購入した土地で貸し屋の運用を行った。1865年頃からは日がけによる積み立ては行わなくなっていった。明治時代に入り、宿場制度が廃止となると宿相続によって、 蓄積された積立金を元手に教育女性や江川町クラブという集会所の運営を1923年に開始した。江川町クラブには江川町文庫という書籍の貸し出しを行う部門があり、これは都内で最も古い図書館である。同年には宿相族から正式な組織名称として六業会を定めた。六業会の六はかつての南品川塾の六次と 主来で人の勤務べき6業に由来する。1921年に東京府会によって決定された目黒川改修事業により6業界の貸し屋と土地の大部分が失われることとなった。後の1944年には強制疎開により6業界の所有していた貸し屋はべて失われている。1927年に当時の文部省から財団法人の認可を受け、 1928年に江川町文庫を江川町クラブから独立した新しい図書館として設置した。1932年に品川地区が東京市に編入されると江川町文庫を東京市へ寄付した。江川町文庫は東京市立品川図書館となり、1950年の品川区への移管後は品川区立図書館と組織を変え、2017年現在も、 存続している。1994年に設立150年を記念して、設立母体となった品川区立図書館を内放する形で六業階総合ビルを建設した。地下に248人収容の六業階ホールを、備え、演劇、コンサート、寄せなどに使用される。六業階総合ビル地下2階に位置するプロセニアム、形式214平方メートルの劇場。 地下1階に調整室が設けられ、舞台奥手に地上への搬出入りリフターを備える。収容人数としては小劇場に分類されるが、ホテル並みのホワイエを備えている。2000年より、同ビルに入居する品川図書館、8階、ラウンジスペースと連携した、チルドレンフェスティバルを7月下旬から8月上旬まで6業界有志によって、主催、運営している。 実演劇団によっては、バックステージツアーも実施、ありがとうございます。